Kirito-kun. どうしたの？それじゃあね。考えてたでしょ。キリト君、なんだか嬉しそうなんだもん。私よりキリト君の方が気をつけないと、ユイちゃんに気づかれちゃいそうだよ。なるほど、倒す相手は樹海エリアのボスね。それじゃあ早速二人で倒しに行きましょう。
花の素材アイテムに蜜の素材アイテム、それとツタの素材アイテム。うん、バッチリ全部揃っているよ。よし、なら早速アークソフィアで花飾りに加工してもらおうか。ゆいちゃん喜んでくれるかな。パパ、ママ、どうしたんですか？とママからいつもお留守番してくれてるユイへのプレゼントだ。わあ、ありがとうございます。私すっごく嬉しいです。こっちこそありがとうね、ユイちゃん。パパとママの娘でいてくれて。あと、アスナ。どうしたの、キリト君？その、なんだ。いつも、いろいろとありがとうな。これ、俺からのプレゼントだ。キリト君、いつの間にもう一つ花飾りを作ってたの？大変だったんだぞ、アスナに気づかれないように加工してもらうの。でも実は私からもプレゼントがあるの。え？じゃーん！キリト君用の花飾り。で、俺に？私もキリト君の分をこっそりと作ってたんだ。もしかして俺もこれを被るのか？当然よ、家族みんなで被らないと。そうですよパパ、私もパパとママと一緒がいいです。わかったよ。それじゃあみんなでかぶりますよ。ゆいちゃん、とっても似合ってるよ。ママもパパもお似合いです。ちょっと照れくさいけど、たまにはこういうのもいいな。うん、頑張ってアイテムを集めた甲斐があったよ。私、幸せです。パパやママがこうして私のことを思ってくれて。
私もパパもゆいちゃんのことをいつも愛おしく思っているよ。ああ、こんなに最高な娘を持てて俺たちも最高に幸せだ。お願いね。